今ちゃんと横画面で始められたもっち。ちょっと待ってね。よいしょ。せつ。よ。あけもっち。よいしょ。あ、エプロンしてなかった。もっち。入らない。桃なんですよ。よいしょ。エプロンの後ろを結んでる。ちょっと待ってもっち。よっ。もっちは、あ、初見さんどうも。もっちはでございます。パソコンを音声をオフにして。スマホで配信中なのでちょっと今パソコンチェックしてるもっち。じゃじゃお待ちください。よいしょ。久々に横画面からスタートできた。ごめんね、遅刻して申し訳ないです。よっ、もうちょっと上げようかな。すっすっすっ、こんなもんかな。もうちょっと上かな。よいしょ。はい、オッケー、持ち。よいしょ。よっよっ、もっちはーい、イエーイ。というわけで、今日も始まりました。料理&食べる麻婆茄子できるかなー。てれれんて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 ん。はい。最近めっきり中華料理にハマっておりますもっちなんですけども、皆さんお元気ですか？はい、そうなんです。頭でかいんですよ。やだ、困っちゃう、もっち。どうもー、ありがとうございます。コメントいっぱいありがとうございます。ごめんね、久々にまあまあ遅刻した。はい、S かエスケープさん、スチサンシャイさん、ネココネコさん、ヌコムさん、ひびきさん。ありがとう。見てて、ずっと頭でかいから、はい、わかんない、最後に頭ちっちゃくなるかもしれないから最後まで見ていってください。えりこさん、もちゃもちゃ、またゆくけん、トゥデイ、マーボーナス、マーボーナス、マーボーキューカンバー、違う、マーボーエッグプラント。はい、なんでだろうね、ありがとうございます。わ、よわちゃん星人さん、5万年ぶり。なに、星の彼方に、なんか、あれし、帰省してたもちか。元気ですか、ありがとうございます。はい、もちはもちは、ありがとうございます。埼玉さん、どうも、埼玉、埼玉。ありがとう、もち。はい、あれ、あ、見失った、あれ、コメントが消えた、あれ、どうしたんだろう。よいしょ。あ、出てきた。はい、あ、じゃあ、福田さん、お帰り、もち、お疲れ様、間に合ったね、よかった。ありがとうございます。スーパーセクシー、ボイン、ボイン、ビッグ、おっぱい。ちょっと、ちょっと読んじゃったもっちよ。なんてハンドルネームにしてるもっちなの。スーパーセクシーボイボイ。めっちゃ笑ったもっち。はい。ウケるもっち、もう。なんか声に出してつい言いたくなってしまうもっちな。スーパーセクシーボイボイ。つぼってしまった。はい、いっぱいコメントください、ありがとうございます。やば、笑っちゃうね。ウケるもっち、ありがとうございます。はい、というわけで今日はね、新しいパーカーを着て、よいしょ、
首が苦しい。かわいいでしょ。なんかあれ締めすぎた、変だな。桃がついているんですよ、桃。ご機嫌でございます。ポッピーおもろいな、ありがとうございます。ピーチ、アイムピーチもち。はい、そんなわけでですね、名前嬉しい。あー面白い、楽しいね今日も。はい、というわけで愉快な、全くためにならないと思われる、料理番組なんですかね。この番組は、あ、そうだ、せっかくだから自己紹介全然しなかった。初見さんもいらっしゃいますので、はじめましてもっち、世界初アニメチックアイドルアニソン DJ リアルバーチャル YouTuber のももちみなみだもっち。はい、よろしくお願いいたします。というわけで、ここはね、もっちの自宅のキッチンなんですけども、はい、料理番組ではないんですね。うろ覚えの適当なレシピで、なるべく怪我をしないように、物を落とさないように気をつけながら、コメントをちょいちょい読んで、皆さんと楽しい時間を過ごしつつ、もちが美味しいご飯を食べれたらいいなっていう、そんな番組みたいですよ。はい。やっほー、フリッポン、やっほー、あ、噛んだ。フリッピョン、やっほー、ありがとうございます。はい。なんか、特に今日頭大きいかな。そんなことはない。いつもか。はい。前髪が変なのかな。はい、ね、出前館とかウーバーイーツとかいろいろあるのでね、お好きな中華屋さんから中華をオーダーするか、今から急いでコンビニとかに買いに行ってもらうか、はい、すればもちと同じマーボーナスが食べれると思います。はい、というわけで、もちね、マーボー豆腐は結構作ってたけど、マーボーナスはほとんど作った記憶があんまないんだけど、ナスはね、栄養がいっぱいあるんですよ。ありがとう。あ、そう、ドグマさんの動画でね、1000円自販機、そう、出させてもらったんだけど、あれはね、そう、なんかやっぱ結構ね、ドグマさんの番組で知った番組っていうかね、配信、動画で知ったって言ってくださる方多くて、この間小学5年生の女の子に、ドグマさんの YouTube のなんかガチャガチャやってたって言われて、すごい、ドグナマミンさん、ありがとうございます。あ、スーピコか、里山さんはね、ありがとうございます。こう見て10年やってる方、そうなんですよ。はーい、はい、もち。楽しいね。はい、もうなんとね、もち、そういえばさ、あ、全然作り始めないね。ちょっと作るね。とりあえず、マーボーナスを作るもっちー、イエイエーイ。はい、こちらナスでございます。もっちクックマーボーナス、マーボーエッグプラント、チャイニーズスパイシー、ポーク、チョップドポーク、アンド、味噌フレーバー、アンド、ホット、フライドエッグフラント Yes、 はい。そうそう、いいね。ちょっとイタリパスタ、ブラニカ、イタリではない、ちょっと冷蔵庫入れてたな、ちょっとグレーがかってきた食べ頃の豚肉のミンチと、この間から冷蔵庫に前回も使ったタケノコがまだあったので、タケノコもちょっと入れつつ、もちネギ好きだからネギ多めにしようかなと思って、ネギの、ちょっと傷んでたから綺麗なとこを切ったやつ。お盆はまだ先よ、おじいちゃん。はい、ありがとうございます。んサウンドゼリシャス、センキュー、チャイニーズスパイシー、そうなんです。つゆくさんとアイドルが立ち会って、あ、そうよく見ていただいてありがとうございます。そうなんですよ。
ね、あのこうやって投げてこう自分の頭に刺さるっていうね、あのあれをやってた。懐かしいね。そう、つんくさんのね番組に、ね、あの出させてもらってた、つんくさんとしくらちよまるさんのね、あのつんつるっていう番組に昔出させていただいてたのうちなんですけど、そうそう、その時があのカメラの向けどうしようか、その時がティッシュ映っちゃった、ちょうど喋れるようになったかならないかぐらいの時で、ホワイトボードを持っていつつ喋るっていう、なんかちょうど中途半端な時期持ちだったですよね。あ、まずナスからやっちゃうかね。そうしよう。ナスのヘタを切る待ち。でもなるべく使いたいからギリギリを切る待ち。よし。懐かしいです。そう、つんくさんがね、なんか絵本を出されてて、マネージャーさんからなんかつんくさんが絵本出したんでチェックしてくださいってなんか連絡いただいて見てみたんだけどさ、いい話だね。もう泣けちゃうよね、ああいうの。よいしょ。つんくさんのツイッターにあのリンクがいっぱい貼ってあると思うから、皆さんもよかったらね、 YouTube で本当は母の日に合わせて発売する予定だった絵本らしいんだけどね、あの昨今のあれのあれがあれなあれで、よいしょ、発売が延期になっちゃったからちょっと無理言って、あの動画作って娘が読んだ読み聞かせの絵本になってますみたいな感じで、そう、あ、こうやってやってますけど、もっちあのね、あんまり正確に手元が見えてないので、あの怪我しないように頑張ります。一回包丁落として実は見えないところでめっちゃ足さっくり切りましたまだ傷が残っています。もっち皆さんもね、気をつけて。なんと今日はもっちご飯を炊いているんですよ。あとあれ、あと3分でできるのかな。今日はご飯と一緒に食べるんだと思って、よ、そんなこんなで今ナスの皮を剥いております。もっち皆さんあれですか、ゴールデンウィークさ、もっちもう終わっちゃうと思って、この間なんだっけ、この一昨日までぐらいかなと思ってたんだけど、この土日までがゴールデンウィークって本当もっちなんかもうもはやいつが何なんだか何曜日なんだかになってきちゃったんだけど、よいしょ、ピローンあれ引っかかった、いいや、はーい、どうしよっかな、あんまり大きくても食べづらいし、ちっちゃくても見栄えが悪いし、どうしよう、これぐらいでいいかな、でかいかな、いっか、いつもだいたいでかすぎるわね、もちろんこれはこうしよう、いや、でかかったかな、でもしんなりするしないつも迷う、これ、大きさ、まあいいかよいしょ、皆さんもちゃんとご飯食べてる餅ですか。餅もね、こう配信がない時はお菓子だけで済ましちゃう時も結構ある餅なんですけどね、やっぱりほら、何より免疫力を高めておくのが一番ってね、言う餅でしょ。だからね、なるべくね、餅はあの必ず最低でも野菜ジュースをと青汁をちゃんと飲むようにして、買い置きがめちゃくちゃあるもち、アマゾンのあのお買い物なんていうの、あの定期お届け便でトマトジュースとか青汁とかいっぱい取っています。よいしょよいしょ、ここかな、はいはい、ちょっと大きいかな、3等分にしてしまいます。いやなんかまたちょっとサイズ感が難しいね。あ、斜めにしよう、これ。そうだ、こうすればよかったんだ。
りごと。あ、この辺を斜めに切っちゃう。そうしよう。あ、これで食べやすいもっちよ。天才かな。よしよし、オッケー、こんなもんでしょう。はい。うん、木金は普通に仕事ね、あの水曜までが多分会社によってっていうことなんだろうね。老眼じゃないもちよ。あ、今日のアイスクリームの日、そう、にゃんころもちさん、いいこと言ったね。あれだよ、じゃじゃーん、アイスまんじゅう。あの、もっちの生まれ故郷の久留米に丸永製菓というアイスメーカーがあります。そこがあの季節限定でね、このバニラのアイスまんじゅう以外にいちごだったりとか、あのきのこみたいなのとかね、あのいろんなパターンのアイスまんじゅう出すんですよ。で、今夏もち、くずくず、はちじゅう、はちや、もちもち、やめちゃう、うっせーな、おばあちゃんが好きそうだとか言うな、もち。え、ご飯炊けた？ほんと？焼けたの？マジ？みたいな。プロテインどこに？あ、プロテインはね、上の棚に入れているもちですよ。アイスまんじゅうは美味しいよね。ほら、プロテインありますよ。ちゃんと飲んでます。よいしょ。なんかね、あの、歯どけがし、あ、もっちは、あの、牛乳じゃなくて、お水で溶いて飲むのが好き派で、今のサガスの、このシェイプ&ビューティー、これは紅茶味、ミルクティー味は牛乳で割るのが好きもっち。はい。あ、ちょっとアイスしまってくれ、ちょっと待って。なんか今日暑いね。ご飯炊いてたからかな、ここで。まあそんな感じで。アイシュマンジュ美味しいよね。アイシュマンジュだって。ね、そう、アバターね、新しくね、忍者モッチのアバターを早く作りたいなと思っています。みんなもうご飯食べたいモッチですか？これに片栗粉を、なんかちょっと今日暗いかな、ごめん、もうちょっと上にしとけば、片栗粉を入れます。入れまして、ナスを入れます。あ、お父さん、開いていたもち。3秒は3秒だよ、もち。ねえ、よ、ちょっとライトがライトが出ちゃう。ちょっと明るくなったかな。みよさん、もっちー。
います。はい、じゃああれアルコールスプレーがどっか行ったので、これで一応ねシュッシュッシュッ清潔。はい、火をつけよう。何がピーピーって言った、まだ閉まってないのかな。あれ開いてる、なんで閉めたのに。しまった、オッケー。あれします。ネギ刻んどこか、びっくりした、下手だった。ネギを刻んで、大丈夫、傷んでない、傷んでない。よし、来た来た来た。ネギ多い方が美味しいよね。もうちょっと入れようかな。白いとこにしよっか。うん、ああ、でも中華料理ってなんでこんな美味しいんだろうね。中華屋さんに早くバイキングとか行きたいな。中華街のお気に入りの店があるうちなんですよね。よいしょ、ほらな、冷蔵庫なんですよ。あー、10万円はね、まだだね。そうだね。さあ、三角コーナーはね、うちはね、置いてないです。置いてないもん。あ、なんかキッチン、ちょっとぐちゃっとしてんね。あれ？これが邪魔か。しまっとこう。
邪魔になっちゃう。いいのかな。本当は欲しい機材とかがある虫なんですね。もうそういうことを言っていいのかな、どうなのかなっていう。岩ちゃん誠司さん、TikTok すごいでしょ。もちこの間久しぶりにアップしたらなんか20人ぐらいしか見てなかったよ。もちなんかね、あれなんですよ。もち、ご存知かどうかわかりませんが、 YouTube ちゃんと整理していこうと思って、いろいろ見やすいようにメインページを今を今改造中で。そうなんですよ。過去の動画もサムネ作ってなかったやつとかサムネつけたりとか、普通あ、やばい、これだ。やべえやべえ。
者の方、今度ビッグスを見るのがいいと思う。もともとは一番最初、今肉を食べています。はい、一番最初はね、テレビ東京のアニソンプラス、聞こえる？アニソンプラスっていう番組で、アシスタントとしてね、出演させていただいたのが最初で、お世話になってね、細谷プロデューサーっていうすごい、すごい、お世話になった方がいらっしゃって、その番組で、それこそもう、一個一個のね、アメザリさんもこの、アニソンプラスでご一緒させていただいたりとか、そんなご縁もあったり、そうなんですよ。アシスタント時代は全く喋ってなかったもちろんですけど、なんか、小林優さんとかと一緒にロケ行ったりとか、スタジオで収録したりとかね、いろいろやらせていただいて、で、その番組がなくなって、ホテルさんの後輩の山田光雄さんに、なんか面白い子いるよって紹介していただいて、山田さんの当時ニコ生やってた、配信にコメントで突っ込んでいって、で、そこでもちょこちょこ出させていただくようになって、ドリームクリエイターからドリームクリエイター、ポリバっていう番組に変わっていって、ずっとそこでも出させていただいたりしつつ、その間、アニソンの DJ をして、海外とか国内いろんなことをさせてもらったりとか、ブログを倒しております。そうなの。このタイミングでウォッチもね、ずっと CDJ だったんだけど、PCDJ に切り替えようかなーとかも思いつつ、だから本当は PCDJ の機材って、買いたいなーとかね、パソコンもなんか、いろいろ、絵とか写真とか、加工とか、いろんなことができるように、いろいろやりたいなって思ってます、今。はい、あ、味噌出しなかった、味噌ちょっと待ってて、味噌探してくる。まあいいでしょう。はい。ねえ。アイスは入れないよ。ゲームですよね。
そう、再生リストをね、やっと作り始めたんですよ。今日もまた後でやります。ね、ありがとうございます。じゃあ多分入れすぎたな、ちょっとかな。後で減らせばいいから、いいか。あ、でも美味しそう、美味しそう。いいね、いいね。作るんですよ。よもち。あのね、そう、まあ、もちじゃない仕事もね、ちょっと今いろいろ、今いろいろやってるんですよ。お金借りに行ったりとかもしてるんですよ。もち。よいしょ。もち。こんなもんかな。タイマーじゃない。消しとこ。はい、もちね。あ、こういう時だからなんかね、知恵を絞ってなんとかしなきゃっていうね、あれですよね、皆さんね。国もね、大変だから、そんなね、保証保証ばっかりもね、言ってられないですよね。まあ、ほら最悪ね、いろいろ保証の制度もいっぱいあるし、死なないようにできてるから大丈夫だよ。もち調べたらね、なんかいろんな補助金とかたくさんあるしね。まあ、10万円はね、ちょっと時間かかるみたいだけど、まあしょうがないよね。あのマイナンバーね、もっちもやっぱりめんどくさいし、なんか嫌だなと思って作んなかったけど、マイナンバーカード作っとけばよかった、もっちな。まあ、海外でね、支払いが早い国とかそういうのをちゃんとしてたからっていうことなんでしょ。まあまあしょうがないよね。まあみんな頑張ろうって無責任なことばっかり言ってますけど。え、火災保険どういうこと？火事になったの？弁当にそう、タンポポ乗せる仕事、そう、弁当にタンポポ乗せる機械を作ってるんですよ。もっちあ、平野ね、そう、平野さんね。あ、やば、なんか焦げてる？フライパンが。あれれれれ。あ、大丈夫かな。そこだけの話、ちょっとね、グッズ屋さんみたいなのも始めようかなと思ってるんですよね。そうそうそう。だから、ちょっと、いろいろ機械を買わないと、今作ってるね、ほら T シャツとかそういうのをちょっと自分のお店さんになって、なんかいろんな人のも作ろうかなとかね思ってて、なんかね
っちゃけフライパンを焦がしてました今。しまった。綺麗になりました。よし、あ、落としたけどまあいいか。はい。ちょっと待って、あの火災保険で大丈夫だったの？あ、バイトはしてないよ、バイトはしてないわ。でも結構してた時もあるけどね。割と、なんとかして生きていくタイプだから大丈夫。油もちょっと吸っとこう。結構でもバイトはいろいろやってきた方だと思うんだよな。アイス屋さんもやったし、ファミマも、ファミマじゃない、ファミレス、お弁当屋さん、球場のなんかソフトクリーム売る人とかもやったんですね。あと、なんか、犯罪はやらないけど、そりゃそうだ。面白バイトは結構やったかな。なんかブロックのやつとかは全然やってないですね。豆板醤とかをあれしようかな。そうだよね。油入れる。よいしょ。よいしょ。でもね、なんかね、ブロックってなんだろうな。なんか、すごい昔、もう、ほんと昔、すっごいもうなんか時効なぐらい昔なんだけど、あれだな。やっぱ言うのやめとこう、なんか。なんか謎の撮影に家を貸して2万もらった。モッチは出かけてて、なんか、やばい、なんかあんま言っちゃいけないやつか。あ、そう、ソフトクリーム売る人って可愛くないとできないんですね。あれ、あ、もちろんマスク着てない。でもなんかもう結構売ってるよね。あ、もちろんコースター水そうして遊んでる、ありがとうございます。火災保険の話ちょっとまたちょっと、そう、謎の撮影に。でも別に犯罪的なものではないし、人の役に立ったものではあるんだけど、あんまり詳しく内容は言えないと思うんですよね。なんか逆に、だから熱い。ニンニク。お察しいただけただろうか。ほんとすごいな。もっちが板橋湖に住んでた時代。あー、生姜入れすぎた。ニンニクも、ニンニクもないのかな。入ってないの。よいしょ。あれ、絞ると蓋が閉まるのなんで。よいしょ。オッケー。はい。なんとなく火を入れます。近かった今。お醤油とかここなんかエクソバージョンあったからちょっと入れてみようか。ポッと。醤油。さっきのこっちに入れすぎたからちょっと少なめにしとこうかな。ちょっと調味料を炒めてから、あとスープ、こんな感じ。ガラスープ的な。よいしょ。固まっとるんやないかい。
水これぐらいでいいかな。あ、お湯にすればよかったね。スープの素を入れました。入れすぎた？お箸。そう。辛いかな。だったっけ、ま、唐揚げ、そう唐揚げか、はあ、はあははあ、は。しかしそうだね、イベントそうだよね。なかなかできないですよね、まだね。映画館とかね、県によっては再開したとことかもあるって言ってたけど、なんか席の5分の1ぐらい来ましたよね。なんだろうな、ね、本当なんかアフターコロナというかウィズコロナというかね、なんかどうなることになることやら。どうしようかな。雰囲気、あ、お砂糖を入れすぎたらだからオレゴのおかげを入れとこうかなと思います。よよよ。ここまで味見をしてないで来ちゃったな。お酒ももうちょっと入れとこう。みりんがなかったのでちょっとお酒とお砂糖を多めにしてます。煮詰まってきた。よし、こんなもんかな。あと入れるもん特にないよね創作料理。そう、あ、もちでも本当何回かね配信で話してるかもしれないけど、本当にあの消防車昔呼んだもちなんですよね。あの朝ごはんの野菜スープを火にかけたまま、火がついたら、あ、もう寝る時間だと思って慌てて家出て、なんか忘れ物してる気がするなと思って、地下鉄の中でずっと考えてたら、火消してなかったと思って。で、慌てて電車降りて、消防車に電話して、ガスにあのスープかけたまんま、ガスじゃない、あれガスだったっけ、 IH かな、ガスだ、ガスだよガス、そう、あれガスかけたまま出ちゃったって言って、すぐ来てください、住所はここですって言って、もっちも急いで帰って、で電車の駅からタクシー乗ったらめちゃめちゃ混んでて、20分後ぐらいにお家に着いたら、まさに窓割って突入をしようとしていたシーンに遭遇して、そう、ちょっと待ったー、ここです、もっちここもっちって言って、玄関開けます、もく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 、燃えてないっすねってなって、そう、よかった、油物じゃなかったしね、すごいすすけてたけどギリギリ野菜スープだったからまだね、多分良かったのかなと思うんだけど、そうなんですよ、だから皆さんも本当お気をつけくださいね。ここで入れちゃおうかな、ネギ。このタイミングないかな、あれ、ネギ食べた方が良かった？ないか。火を強めよう。肉と一緒に炒めたらよかったかな、ね、はい、野菜が入りましたよ。よ、いや燃えてなくてよかったと思ったんだけど、結構やっぱ怒られたね。あの時に二度と本当にこういうね
失敗はすまいと思ったんだけど。火事になる動画とかあったんだ。そうなんだ。そう、燃えてなかった。ねえ、だからガス怖いなと思って。あゆちはね、なんかただ安心だけどさ。でもあゆちでもやっぱりあれかな、温度が上がりすぎると天ぷらとかは発火するもんね。ですかね。水もちょっとあっていいのかな。こんなもんかな。お酒はしまっておきましょう。よし、味噌もいらないね、もうね。あの、だし入りのやつしかなかったからだし入り使っちゃったんだけど、本当はなんか普通のやつの方がいいのかな、だしが入ってない。肉とか戻しましょうかね。よし、肉を入れます。ほう、ひひ、肉戻し、はい、はいはい。によって今日もたっぷりできてます。そうだ、もっちさん、あれだよね、あの YouTube でさ、モーニングルーティンって流行ってるでしょ。もっちもあれをちょっとやろうかなと思ってるんだけど。カジミスね、怖いな。いや、怖いね、そうだよね、消し忘れ、本当経験者です。ウィキペディアに火事になりそうになったことか。あ、ウィキペディアね、そう、あ、里芋さんそういうの得意そうだよね。あ、ハニワノルさんもいた。もっちね、マジでね、そうだな。毎日でも質がいいものであれば毎日でいいけど、無理やり毎日するのはダメだってもっちが
最近参考にしてるとこの人は言ってた。だから2日に1回、3日に1回とかでもね、何かしら。あの、なんだっけ、再生リストはもうちょっと今日またやります。もっち参考のやつとかもね、全然まとめてないし、あともうちょっと見やすいサムネをいっぱい作っていこうと思います。何の報告。はい、ちょっと味見しといた方がいいか、一回ここでね。そうだよね。どうしよう、めっちゃまずかったら。ちょっと味見してみたいと思います。あ、うまっ、もっちグー、美味しい。あ、今度美味しいじゃん。やっぱわし天才かな。美味しい。ナス入るからちょっと醤油を足そうかと思います。全然美味しい。XO じゃん、よくわかりないけど。ちょっと足しとこう。あ、すごい美味しいよ。ちょっとね、ヘビにつけちゃってました。うまっ、シェフの味。なんか、あの、甘辛くて美味しい。コクが深い。ナスが、さ、ナスが戻ってまいりました。いくよ。なんか今日もっちいまいちだな。よいしょ。こうか、この方が可愛い。こうだ。この方が可愛い。よし。いきます。ひき、ナス戻し。でででで。入りました。よし。強み。よっしゃー。なんかもうね、多分美味しいわ、これ。美味しいね。ちょっとダクダクすぎるから、片栗粉入れたらよかったかな。いいね。やば、温度下がっちゃったな。入れたネギがもうなんかね、色味が全然あれなので、ちょっとだけネギを足そうと思います。ほいさ、もっち、じゃーん、じゃーん、美味しそう。美味しいよ、今日のも多分ね。何かな。じゃあ、これはいいです。あ、最後にちょっとだけごま油足しとこう。香りで。はい、オッケー。
ないとな、全部ちょっと、どうしようかな、どうしようかな、をして、なんか落ちた、へい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 、いいかな、お箸、いやお箸、お箸違うな、お箸でいいか、お箸、お箸、お箸、桃、桃引こう、どうしよう、ちょっと盛り付けまあいいか、完成もち、じゃじゃーん、美味しそうだよできました、もちニールちょっとねどうせ明日の朝にはなくなるから、ほらね、もっちゃほらご覧の通り、あの初見さんはあれですけど、あの、広いキッチン持っておりますが、あのね、まだ東京都内じゃないっていうのと、あとうちあの日当たりが全くゼロなので、あのキッチンはこだわりのキッチンなんですが、あのそんなにね、そんなになんですよだからね、朝日の光で起きるっていうのがね最近できなくてね、よいしょ、でそう、あの話戻るけど、モーニングルーティーン撮ろうと思うんですよね、今度、もちはー、あれ全然つけない、下げますね、もちすいー、こんなもんかな、あ、そういえば全然ツイートしてなかったかな、一回だけちょっとツイッターを、ブログ書いたのに下書き入れっぱなしだった気がしてきた、もちまーぼー、あれまーあれ
なんで、なんで。今ちょっと、ツイッターを書いてます。待って、おうち。マーボーナス、あら。もち。オッケー。ではでは。ハロー。あれ、もちに対するハローじゃないのね。もち。はい。ピンタンさん。ピンタンさん、もちは。できたできたと。ありがとうございます。ちょっとなんかコメント見落としてないかな。もっちゃんね、辛いのはそんなに得意じゃないですよ。あ、ぬくもさん入れたよ、ごま油。うん、ありがとうございます。ナスー、ナスー。アナミヤさん、ありがとうございます。ではでは、完成しました、こちら。よいしょ。マボナス、チャイニーズスパイシー、ポーク&エッグプラント、イエース。はい、ビズソイソース&味噌、酒、豆板醤、甜麺醤、甜麺醤入ってない、いろいろ。いただきます。美味しそうだよ、ナスがツヤツヤだよ。ほらほらほら、ほらいいでしょ。ほら美味しそうだね、もっちだよ。はい。いただきます。うん、うんうん、もっちくん、美味しい。もっち、あ、ご飯炊いたの忘れてたね。あ、りょうさん、もっちは、もっちは、そうだよ、わし米を炊いとったんじゃよ。もっちじゃわん。そうだった、忘れてたね。ご飯でお炊きたてー。はい。はっか。なんとですね、低糖質ご飯なんですよ。美味しそう。あ、ちょっと水少なかったかな。いつも迷うんだよね、分量ね。あ、でも大丈夫かな。オッケー。ちょっと少なめにしておこう。お昼ご飯遅かったから、実はね、今日はそんなにお腹空いてない餅なんですよね。ご飯炊きたてだよ。お、アミナらしい。まあ、ボーナスいいね。もっちゃん、もちもちさん、ああれかな、名古屋の、名古屋のももちゃんのファンの方かな。ご飯ね、もうほら、あんまりさ、外に出ることがさ、少ないからさ、あんまりもりもり食べ過ぎても、あの、もうちょっとさ、一時期若干体重増えかけちゃったから、お米の量はちょっと減らしてた。のっけちゃおう、ほらー、いいでしょー、いいでしょー。うわー、うわー、よいしょ。あ、スプーンで変えようかな。よく見えてないから、ちょっと触ってない。スプーンよ、いでよ。ちっちゃいのかな。フォークだったじゃん。なるといいんだけどね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ご飯と共にいただきます。いけるかな。せーの。あ！落ちちゃった。でも大丈夫。ほら不思議、戻ってきたよ。よいしょ。
大丈夫かな。おいしい。もっち食うだよ。落としてないよね、あとね。よし、大丈夫。食べれた。食べれたよ。よかった、よかった。広いね。よいしょ。なんかライトがもうちょっとあれかな。お、ミックハルハレイザーノーディンさん。Thank you。かわいい、ありがとう。ありがとう、もち。安泰ですよ。あというドリンキングモッチ。モッチはね、なんかダイエットティーダイエットティーだよ。なんかね、薬草なんて言うんだろう、many kind of grasses and dry grassesわあ、グリ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 。はい。そう。あ、通じてた。ダイエットティーでいいのか。ありがとうございます。もっち、美味しくできたよ。よかった。もっち、あ、全然関係ないんだけど、そこのね、キッチンにいるウサギはあのスポンジなんですよ。可愛いでしょ。ちょっと配信するときやっぱりちょっとこの辺をもうちょっと減らした方がいいね。見栄えが見栄えがいまいちですね。確かにね。里芋うるせえぞ。もっち。ん？グリグリグリ。あ、ね、もちがわーグリグリ。じゃあつって、はい、マッチ。そう、え、いちごバターじゃないんだ。え、左にあるのは、左にあるのは、残念ながらいちごバターはないんですよね。どれのことだろう。これはなんかガーリックソルトみたいな感じで、これはコンソメでしょ。これはクッキングフラワー薄力粉。残念ながらいちごバターなかったもちな。そういうの好きなんだけどね、美味しいよね。ないです。ほら、もちの顔がちっちゃく見えるね。はい。
ありがとうございます。誰だドラッグなんて言ったの。ちょっと左の瓶のやつね、ないですよ、ないんですよ、ないんですよね、ないんですよね。もちのポストに入れといてください。いちごバター、いいな。ん、赤いやつってなんだろうね。これのことかな。あ、これは豆板醤です。もっち、はい、ありがとうございます。セクシー、スーパーセクシーボイボイ。なんでしょう、これ面白いね。なんだって。ああまだあったの。え、ボインボインビッグおっぱい猫耳お姉ちゃん。なんちゅうハンドルネームもちか。おもろ。あー楽しい。バンペイユね、バンペイユ高いからね。え、面白いね。Where are you from なの？ Where are you watching now なの？ あ、 あの、の、あれいなくなった。あ、だだ。もう一回だけ。Super sexy boy boy big oppa。この人。これあれだよね、コメントチャット非表示で見てる人いたら、もっちがなんか勝手にスーパーセクシーモイモイって言ってるって思われて大変なことになる、もっちを。This is the first time I come to your stream but love it。 Thank you so much, thank you so muchYour name is so crazy, so good. でも、もっちはスーパーセクシーボインボインビッグおっぱいでこみみお姉ちゃんじゃないけど。いいもっちなんか。ああ、もうダメ。こればっかりになっちゃうもっち。はい、ありがとうございます。逆言うな、逆。はーい、ありがとうもっち。ももモモ、はい、モモはついてるよ、モモはね。はい、ありがとうもっち。というわけで今日ね、何も一致しない。ははははは。え、女子高生なの？嘘でしょ。Thank you. I'm just a super 幼い女子高生。絶対嘘やろ。もっち。そうなの？いや、ありがとう。楽しかったよ、もっち。ナイスコメント、もっち。Thank you. よし。はい。なんかその時間的には7時ぐらいの方がみんな見やすいのかな。なんかね、9時にやったり、8時にやったり。8時にやるって言って9時にやったりいろいろなんですけど、絶対に無理。でもあのもっちの YouTube をあの見てくれている方って、日本ナンバーあのパーセンテージね、パーセンテージ、ジャパン、インドネシア、アメリカ、あ、イングランド、アンドモアみたいな感じですよ。そうなんだよね。
いや、いろんなところから見てくださってて本当サンキューソーマチモチ、ソーマチモチキリキリ、はい、スーパーボインボインなんだろうね、なんか笑っちゃうもちなはい、でもさ、なんかさ、しょうもないのって笑っちゃうのね。昨日一昨日ぐらい友達と電話でね、LINE 通話でおしゃべりとかしてて、でなんかちっちゃい子がね、変わるって言って出てきて、うんこぷっぷって言ってアハハハハって言っててさ、なんだろうね楽しいよね、なんかね、はいコロコロコミックとかですけど、はい、あ、元気さんのね、元気さんのあれからインターンさんはありがとうございますねえHave a good day, お姉ちゃん and everyone. Bye bye. Bye bye, Mochi. See you next time, Mochi. 何、里山さん何言ってんだ。ああ、面白かったね。はい。まあそんな感じで、まだまだね、ちょっと自粛期間とか続きそう Mochi なんですけども、皆さんの暇つぶしになればこれ幸い Mochi。はい。嬉しいなと思います。モッチーのね、お知らせはとりあえずはそのこの間お外のスタジオというか会議室みたいなところで撮影をしてきた年末に行われるとある、ビッグコンテストみたいなやつのビッグイベント、ビッグコンテンツとのいろいろ紹介 VTR みたいなのをね撮影してきて、それが多分今月から来月ぐらいにはアップされるじゃないかなと思っております。はいクリエイトストリームをもってサンキュー、あとは忍者動画をもちは頑張って編集をします。YouTube を、見やすく再生リストとか充実させて整理します、TikTok はもうちょっとやんないかもしれません。インスタと Facebook もちょっとなんかね、かなり放置してたから、それも整備していこうと思っていて、そう、 Facebook の公式ファンページからもグッズがゲットできるように今しています。ちょっと業務連絡です。そうだ、メールをいただいてました。ステッカーが1枚しか入ってなかったんだけどっていうご連絡いただきまして、申し訳ありません、もっち、いろいろご注文いただいててステッカーは1枚だなと思ってて1枚しか入ってなかったんだけど、よく見たら2枚のご注文だったことに先ほど気がつきました。封筒に入れてもう出すだけにしておいているので、数日中にお届けできると思います。申し訳ない。はい、そんなわけで、そう、このね、概要欄の下の方にもあるんですが、ももちの通販サイトございます。ウェブショップ。I have a web shop. All products can be shipped overseas. PayPal will be available soon. もち。なので、銀行振り、バンクのペイが very expensive. バンクフィー、バンクフィーがエクスペンシブブブーだからペイパルをね今登録してるんだけど、なんかすごい審査みたいなのが厳しくって、一回電話してくださいってなんかメールが来ちゃってて、なのでカミングスーモッチ。はい、ではちょっと最後に商品でも紹介しましょうか。せっかくなんでね、そんなにみんなが見たいって言うんだったらちょっと持ってくるから待っててもっちの、みんなのコメントでおしゃべりしてていただけたら嬉しいもんです。よいしょ。
せいたしました。モッチのグッズをお見せしたいと思います。はい、こちらですね、なんと新商品の、白雲石吸水コースターでございます。白雲石とはあれだよ、足拭きマットのさ、石のやつあるもんちでしょ、あれみたいなやつ。はい、ストーン、カチカチ、コルク、プリンティング、はい、よいしょ。ちょっと待って、コメントが見えなくなっちゃった。待って、よいしょ。確かによくぞ、ありがとうございます。ん？ヘルメットの話は聞いてないぞ。ね、そう、忍者イラストのグッズはね、まだ作ってない。はい、これいにしえの、いにしえのとか言って、去年ね、イメージキャラクターをやらせていただいてた、クレーンゲームの、プライズ限定だったんですけど、売っていいよって言っていただいたので、あ、ハニヤマルさん、本当、クレーンで落としてありがとうございます。そう、クレーンゲーム取れなかったっていう方のためにも、はい、こちらのコースター、ほら、モッチの顔と比べるって同じぐらいの大きさ。何センチぐらいかな、サイトに書いてたと思います。十何センチかな、10センチぐらいかな。あ、そのね、それはそういうあれだったんです。クレーン何逃がしはそうなんですよね。はい。あともう一つ、T シャツも、その、某クレーンゲームのプライズ限定だったこのカラーなんですけど、黒のやつを、モッチの、イベントで販売に来てたやつとほぼほぼ同じデザインをね。はい。白地にピンク。ピンクモッチ。ピンクモッチ？これ M サイズ。ちょっと。M サイズモッチでこれなんですよ、今。よっ。ですです。M と L オンリーなんだけど。この、なんだっけ、よくあるユナイテッドアスレってやつね。裏はホワイト。オンリー表。はい。でしょ？これが、2800円ぐらいだっけ。そう、リランちゃんがね、この間ゲーマーのプロゲーマーのリランちゃんが来てくれてたです。あとはこういう、モッチのマイクロファイバータオル、スポーツタオルね。これもモッチ多分もうね50回ぐらい洗濯してるんだけど、これ自分で使ってるやつです。普段めっちゃ丈夫。タイピングがね、なんか縁取りがあります。こんな感じです。よく吸います。はい、こんなのがあって結構ね大きいから、バスタオルとして持っちゃう。普段持ちの顔と比べるとちっちゃく見えるかな。大丈夫、結構大きさあります。はい、でしょ。あとはハスキースとか、これスタンプのイラストと同じハスキース、フェイクレーザーハスキース、スイカパスモピス、あ、フェイスタオル、そっかそっかね。あとアクリルキーホルダー、モッチとかね、アンドアクリルキーホルダー、かわいいやろ。これもあります。こっちは NTNY さんのねイラストのやつとか。めっちゃ宣伝するね。あとはステッカー持ちなどなどございまして、今なら1000円以上のお買い上げでチェキがついてきます。なのでぜひぜひチェックしてもらえたら嬉しいです。忍者モッチが疫病退散チェキと勝手に銘打ってまして、はい、ね、ご利益があるんじゃないかなって言われているモッチのチェキが1000円以上の
お買い物でもらえます。あの通あれ物によっては180円、送料180円とかもあるので、あの軽いものとかだとね、薄いやつとかだと180円でいけるやつもあるので、よかったらチェックしてもらえたら嬉しいです。下の方にあります。はい、宣伝が長くなりました。電車乗らなくてもほらいいでしょ、電車乗ってる動くができるからね。はい、ありがとうございます。というわけで、そんなわけで、あ、もう1時間半やってたですか。日曜日まで疫病退散チェキが1000円の、お買い物でついてくるので、よかったら見てみてください。よろしくお願いします。そんなわけで、あ、タイ、もっちもタイ大好き。もっちよ、タイね、ありがとうございます。タイ、これはタイでしょ、タイ、タイヌードル。ポッチはい、クック、これも今度やりたいなと思ったんだけど、賞味期限切れてたんだよね。だから知らないふりして作っちゃおうかな。忍者イラスト待ちね、ありがとうございます。ポッチポッチ、タイニュードアイラブタイです。アイラブタイ、アイラブインドネシア、アイラブアザーカントリー。イングランドもね、大好きだし。アイライカフィッシュ&チップスもっちですよ。ね、ありがとうございます。チェキは1000円以上買ったらついてきます。ぜひともお得な日曜日までのゴールデンウィークセールです。よろしくお願いします。はい。そんなわけで、こんな感じの配信でしたが、いかがでしたでしょうか。ね、おいしい、よいしょ、たっぷり作りました、麻婆茄子、よいしょ、ね、無事に食べられたということで、この辺で締めさせていただければと思います。はーい、ね、なんとお得な、ん、ジャパンイズファスターザンタイランド、あ、そうなんだ、2時間、2時間早い、そっか、ね、I have been to Thailand、2 or 3 times マッチ。はい、じゃあ、パソコンのバッテリーが切れそう。はい、そんなわけで、またね、次回見ていただけたら嬉しい。マッチ、また3日後ぐらいかな、やろうかなと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。皆さんね、手洗い、うがい、消毒、あとね、マスクもほら効かないっていう人もいるけど、周りの人が安心するからマスクしてね、出かけるとすごくみんなハッピーなんじゃないかなと思います。はい、そんなところで、たくさんね、美味しいご飯も食べて、お野菜も食べて、お肉も食べて、免疫力を高めて元気に過ごしましょう。はい、以上、現場からもっちがお届けしました。はい、ありがとう、もっち、またね、毎日元気に過ごしましょう。バイバイ、もっち、またね、ありがとうございます。ありがとう、もっち、バイバーイ。ねここねこさん、ミリオンさん、福田さん、ぬこむさん、ひびきさん、マスクの M さん、みっか、はいる、レザーさん、はにままるさん、すじサンシャインさん、ありがとう。皆さんありがとうございます。あと、スーパーセクシーボインボインさんもありがとうございます。やおさんもありがとう、さといもさんもありがとう、もっち。もっちもっち。ピッチュッノータンワンさん、いわちゃん、ありがとう、もち、また来てね、ありがとうございます。ピンタンさんもありがとう、もち、みんな読んだっけ、読んだっけ、はい、漏れはないですか、はい。大丈夫かな、バイバイ、もち、ありがとう、またね。
実